立ってる人を、まあ、両肩を掴んで、まあ、動かすってやつなんですけど、これも、力ずくでやると結構なかなか大変ですね。足の子も結構なんかパワーがついてきたみたいで結構動かないですね、なかなか。これもどうしたらいいかって言ったら基本的には自分が動かそうではなくて、これ発想の転換、意識の転換なんですけど、相手がこっちを動かしたいわけですから、相手はこっちへ先に動いてくれてるっていう前提にして、それに自分がついてくっていう意識にするとこういう現象が起こります。どうですか？動いてからあれってなってますね。 あれみたいな、止まってるはずだったら何でこうなってんだろうみたいな感じで、ちょっと自信がこんなに起きて、すごいあったりする感じがしますね。じゃあちょっと一度もやってみます、ね、やっそうか、はい、力づくでやるともうこっちも動かされようとした時にグッて力が入った瞬間にもうなんかこうビガンまいちゃって緊張して動かないよってなっちゃうんですけど、はい、動きを、おお、そう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 、動いたよね、結構。あんましこう、結構これまでお伝えしてきたことは、結構この手とか相手のポジションとかっていうのはすごくこう触れ方とかをすごく意識して、自分のとかっていう結構いろいろ多点でね意識して、それでもまあ動くんですよ、こうやって動くんですけど、もうもっとシンプルに考えていくっていうのがこんな考え方で、あくまでも相手が、先に動いてくれてる、相手がなんかこう自転車で走ってるところに自分がこう飛び乗るみたいなイメージというかね、一緒にこう一緒にくっついていくみたいな感じで、相手の流れに乗るということですね。そうすると、こうやった現象が、ね、追いついたら相手をそのまんまの勢いでもっと自分の方がそちらにこう引っ張っていくみたいなイメージですかね。そうすると、まあ、こういうイメージになっていくと、こういうですね、動いてるっていうものに対して自分が乗って、もっとこの逆にリードしていくっていう動きができますので、これ結構分かりやすいんじゃないですか、ね、分かりやすいです。分かりやすい。確実にもう、なんか、今までの指導君だったら、ちょっとこういう感じだったら、すごい時間をかけて、チーンってのが多かったんですけど、結構もうスッと、やれると思いますので、もう一回やってみてください。そうですね。そうそうそう。で、これやると結構あの手もね、すごいいい手になるというかね、結構感じる手になってましたので、余計こう今動かすっていうのをね、現象化しましたので、で、まあ、もちろん丁寧に扱うっていうのは、相手を扱うっていうのはすごく重要なことなんですけど。まあ、こういった意識を相手が先に動いているものに対して自分がついて、そこからまあ逆転してというかね、自分の方が相手を動かしていくっていうね、そういう動きをちょっと意識してもらうといいと思います。お試しください。